どうも高井です。植える工夫しないと伝えるリアル書店。私自身最近ね、この2冊山陽堂書店で注文して買ったわけですけど、実際は3冊4冊ほど注文してるんですよ。4冊目は発売日決まってるから仕方ないんですけど、3冊目の本は2週間経っても届かないっていう状況なんですよね。 Amazon であれば早ければ次の日、遅ければ3、4日程度で着くよね。スピードだけで言ったら Amazon が有利なわけです。本のパッケージがどれだけズタズタに傷ついてるかってことを考えてみても、実はリアル書店の本の方がズタズタで、 Amazon の方がすごい綺麗に届くんですよ。だとしたらアマゾンで注文すればいいってなっちゃうじゃないですか。アマゾンの検索に関してはもう専門書を私は見てるわけなので、検索にヒットはしというか調べやすいよね。で、山陽堂自体もネット上での注文ができるようで調べたんですよ。出てくるのは漫画本ばっかだった。検索エンジンも使えないことはないかな。だけどヒットしないのに0件で出るんだよ、専門書って。専門書っていうコーナーがあるわけじゃないからね。だから山陽堂のネット注文ってすっげえ不便だなと思って、専門書コーナー作ってほしいなって。おそらく専門書読む人はまあ相当レアなんでしょうね。でほとんどの人が漫画本読んでるから漫画本コーナーはあると。こりゃ将来的には数年後リアル書店潰れんじゃないかなと思って見てます。もしね、立ち読みしたいっていう方、もしくはちょっと見て欲しい本が買いたいなと思ってる人、今のうちにリアル書店使ってください。もしかしたら数年後に書店消えちゃって情報を得るっていうところで言うと、もう携帯だとかスマホ以外なくなっちゃうかもしれませんよ。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。